日田市のダムに転落した男性作業員がダムの下流を流れる川で見つかり、死亡が確認されました。13日午後5時過ぎ、日田市の夜明けダムを管理している発電所の社員から、川に人が流されているのが監視カメラに映っていると119番通報がありました。九州電力によりますと、当時ダムでカメラの点検をしていた作業員が見当たらないため、映像を確認したところ、ダム下流の筑後川に人が流されているのが映っていたということです。警察と消防が行方を探していましたが、昨日午後6時過ぎ、行方が分からなくなった地点とほぼ同じダムの下流で発見されました。見つかったのは福岡市の会社員宮田浩一さんで、発見後死亡が確認されました。死因は溺死でした。警察で転落した原因などについて調べています。